2つのゴールがあります。十二誘導のモニター心電図も読めるようになります。心電図が読めるようになって心不全に入った時にですね、それが融合しながらですね、はい、頭の中で組み立てられていくと、フォレスター分類も説明できるようになります。ヒューマンスタイルと心電図全く読めなかったです。基礎がね、皆様を苦しめてる心電図って難しい。このマインドになってしまうと心電図読めるようになりません。何を言ってるんですか。心電図の8割は心室の情報なんですよ。左心室見てます。重要なのは左心室なんです。不整脈は8種類知っておくだけで臨床で問題ないレベルで読めるようになります。モニター心電図は不整脈を見るもの、そして十二誘導心電図は虚血を見るもの。不整脈を読む上で一番大切なこと、窒息不整脈を見落とさないってことなんですよ。はい、シンプルに読むことができるようになります。地域連動系最大の使命、心室を動かすこの1点です。PVC を制するものは不整脈を制した。この3つが分かれば、いつどこで何が起きているのかが、この心電図波形1枚のですね、A4 のこの12波形から読み取ることが可能となります。左心室で PQRST を再定義して。そう。ここから心不全に紐づいていきます。場所が特定されました。心電図が読めるようになりました。いろんな治療が出てきます。心不全の治療ですね。わからないですよ。はい。もう全く逆のことが書いてあるわけじゃないですか。で、治療も逆だし、症状も逆なんです。真逆の治療戦略が存在すると。いろんな言葉がですね、そこには錯綜してます。この心不全セミナーはもう矢印だけでやっていきますから、ほぼ矢印だと思ってください。ほぼ矢印。それでね、理解することが可能となります。これを心臓負荷から見ると、名前が変わるんです、ただ単に。名前が変わってしまうんですよ。その見る視点で。どういう心不全のモデルになるのか、それによって治療のやり方、薬、症状が変わってくるんです。気づいたらフォレスター分類を人に説明できるようになります。結局はですね、この心電図一つの発見につながるわけです。はい、そして心理は常にシンプルなんです。一人も多くの方に心電図を読むを具現化させると、視聴者の人生を好転させると。一歩進む、一歩で終わりじゃありません。一歩進むと二歩進めます。心との循環筋強くなります。